はいそれでは司会を交代させていただきます。大橋です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、A の6ですね。はい。えっ、ー、とー、宮内さん。宮内さん。はい、はいあいあれなんか、地元で話題の、なんか、<laughs> あれに見えるのはあれですか <laughs> あれです <laughs> あれですかそっか。じゃあ、では、宮内さんで、MySQL を使った FGS。 使い作りやすくなってきた話、どうぞ。はい。皆さん、こんにちは。マイエスケールを使った WebGIS が作りやすくなってきた話ということで、ちょっとだけタイトル変更してますけれども、えー、私、宮内から発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介です、えー。私、宮内と言います。えー コードー名古屋という団体だったりとか、データビジュアライゼーションの E2D3 や、o s g o にも所属して、o s g o のジャパンの方ですね、に所属しています。はい、今日は、MySQL を使った WebGIS が作りやすくなってきた話ということで、例えばこんな WebGIS を作れるようになりましたよというお話です。 えこれ人口密度のコロプレスマップでえ中身としては国税調査 eStat から取ってきた国税調査のシェイプファイルを mysql にインポートしてえそれを web 上に重ねてコロプレスマップとして表示するみたいな webgis が簡単に作れるようになってきましたえ全国分データが入っていて先ほど東京でしたがこれ今名古屋で次が大阪のデータも 日本全国分入っていますよってていいまますすようデモンンストレーションになります今こうやって動かしてもあのちょっとラグはあるもののきちんと表示されています。で今の GIS なんですけども、まあ、サンプルとして作ってみたものなんですが合計で158行しか書いていません。 HTML で言うと12行、JavaScript で91行ですね。で、PHP で55行ぐらい。で、合計で158行。まあ、コメントとか空行を含んでも、このぐらいの行数で実現した WebGIS になります。はい。処理としては、Shape ファイルをまず MySQL にインポートしています。準備としてこういったことをしています。 でその MySQL からデータを抽出して Web ブ,ブラウザ上に表示しています。でそうすると、まあ、こんな感じの先ほどの画面が出来上がっています。昨年まではこれをやるためにいくつか課題が存在しました。まあ、大きく言うと2つなんですけれども、1つ目がこの s h a p e ァイルから MySQL にインポートするという処理において GDAR という結構大きめのライブラリーが 必要になっていて、まずこの GDAL のインストールであのつまずくっていう可能性があるのと、GDAL のインストールして、えー、具体的には OGR2OGR というソフトウェアを使うんですけれども、この OGR2OGR で s h i f t j i s の文字コードが直接読めなかったので、文字コードの事前変換、s h i f t j i s から utf8 への事前変換っていう処理が必要でした。さらに、えー、my.conf の設定変更も必要という結構ハードルが高めの処理だったのが、これがですね、shape to MySQL という午前中山崎さんからも紹介してもらった、えー、ツールが2019年の12月、昨年リリースされています。で知ってる人はあの聞いたことあるかもしれないですけど、shape to PGSQL というあの ポストグレスのツールのソースコードを元に作られていますで。これによって手順が劇的に簡単になっています。良ければこの ShapeToMySQL で検索してみてください。おそらく Google で検索すると一番上に検索結果として上がってくるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。私のリポジトリの SAP SHP2MySQL というリポジトリがそれに当たります。インストール手順としては、えー、まあ、超単純で Windows であれば EXE のバイナリーが置いてありますし、Linux、Mac であ,あれば、えー、コンフィギュアして、メイクして、メイクインストールみたいな流れでインストールが可能です。使い方としては、えー、こちらも簡単で Shape2MySQL というコマンドでインプットとなるシェイプファイルを指定して標準出力で SQL が書き出されるというような簡単なものになっておりますで生成された SQL を MySQL で実行するという ShapeToPGSQL と同じ流れで処理が可能ですでさらに入力された文字コードが例えば s h i f t であった場合には このようにあの固定してプレゼンテ、えっと、固定して CP932 を指定してあげたりとか、SRID もこの時に入力することが可能です。 もしあの生成された SQL を書き直したいということがあればあの、この段階で SQL を書き直すということも可能になっています。先ほどの OGR2OGR だと、途中のこの SQL がどのように生成されているかっていうのは見えなかったんですけども、こちらのツールは一旦 SQL を書き出して、その SQL を自分で実行するという流れになっています。ので、こういったあの途中で SQL を書き換えるということが可能になっています。 で次に、MySQL からブラウザーに表示するという部分。でこちらが、stintersect という関数に不具合があって、これが、えー、これもあの午前中、山崎さんから紹介があった、この stintersect 関数なんですけども、これがですね、sql の実行に1分以上かかるという不具合がありました。 そもそもこの stintersect という関数、どういった関数かというと、先ほどの GIS のように、このような日本全国のデータが読み込まれているデータベース上に存在するという場合に、これらすべてを読み込む、読み込んでブラウザ上で表示するっていうのは非現実的なので、ある一部分、例えば、この、ここだけ。ここをブラウザで表示した際に、 この領域のデータだけをブラウザ上に読み込みたいという場合、この時に stintersect 関数を使います。データベース上に含まれている全データに対して、この表示領域だけをインターセクトして、取り出してくださいねという,ような指定条件が可能になっています。これを移動させた時、WebGIS でブラウザを 動かしてえー、ブラウザで表示領域を動かすという際にも、再度この st インターセクツが実行されます。で、またさらに移動,さ移動します。で、この時にも st インターセクツが実行されるという、まど、あえー、st インターセクツが実行されるんですけども、こうして拡大表示した場合にももちろん実行されます。 具体的な SQL の指定方法としては、こんな感じです。セレクト分解て、From で ST インターセクツで、ブラウザの表示領域のバウンディングボックスとインターセクトする、まあ、つまり true であるっていう条件で、えーまあ、SQL が実行されると。でこの不具合、えー、ST インターセクツ関数に不具合があったことによって、 えー、GIS、えー、移動するたびに表示、まあ、データの抽出に1分以上かかっているというのは致命的な不具合でしたで。これが今年の4月27日にリリースされた、えー、MySQL8.0.20 で、えー、不具合が改善され劇的に高速化されたことによってこの点が解決されています。 試してみたい人は、えー、WebGIS Hands-on で検索してみてください。こちらも多分一番上に出てくるんじゃないかなと思います。でこれも私も、私の、えー、リポジトリですが、えー、WebGIS Hands-on というものが見つかるかと思います。こちらですね。ポスト GIS と,と MySQL と両方とものハンズオンで、えー、これ今までの Fos4G 北海道とか関西で発表した、えー、ハンズオンの内容になります。こちらのうち、えー、MySQL のこの表示している、えー、範囲の緯度経度のみを MySQL から抽出しようという、この項目がまさに、えー、先ほどご説明した ST インターセク s をどう使うのかっていう具体的な事例が書いてありますので、ぜひこちらの方、 興味ある方は参考にしてください、はい、まとめると、この MySQL を使った WebGIS、まあ We、Web に限らず GIS 作りやすくなってきた話なんですけれども、大きく2つ、えー、進化しているという点があります。 まず、Shape to MySQL で Shape ファイルがインポートできるようになった。さまざまなオープンデータとして公開されている Shape ファイル、まあ、オープンじゃなくてもクローズのデータも含めて Shape ファイルが MySQL にインポートしやすくなった。で次に、この ST インターセクツを使って抽出するという処理が非常に高速に行えるようになったという、この2点が非常に大きな進歩じゃないかなと思います。で具体的にこの2つを使うと、 それほど大きな、えー、プログラムを書かなくても、こういったことが簡単に MySQL バックエンドでも実行できるようになった。まあ、Postgres だと今までもできるようになってたんですけども、まあ、MySQL でもそれが、えー、可能になったというのは非常に大きな進歩じゃないかなと思います。はい、私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。ちょっと早いですね。 はい、早いので、何かやりたいことがあれば。ああ、そうですね。まだ大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあ、とりあえず、のンちゃんの質問の前に、なんか発表内容と違いますが、ビデオ配信に見えます。リアルタイムですかという。ビデオ配信に、ああ、リアルタイムですよ。リアルタイムです。えっと、ちょっと見せましょうか。リアルタイムですね。もっと。はい。えっと、ちょっと待ってください。 はい、なん、なんだそれ、はい。<laughs> はい、こんな感じで、<お>あの、のリアルタイムでお送りしております。裏側こんな感じです。お、あ、すごい。なん、なんすか、そ、なんか。それ押し込んでるあたり、やらしいですね。<laughs> 裏側はこんな感じになっております。あの、この質問絶対来るだろうなと思って、あの。こちら側の第二画面も用意しております。<laughs> あ<ー>はい、戻します。なんか、桜のような質問で。はい。 その間に質問があ、あっ、そう、ズームのピクチャーインピクチャーどうやるんですかああ、そうですね、これも関係ない話ですけど。ピクチャーピクチャー、あ、これ、ズームじゃなくて、<laughs> あの、エイテムの、エイテムミニプロを使ったスイッチャーで、えっと、これ、あの、ピクチャーインピクチャーではなくて、ルマというの機能を使って合成しています。ちょっと待ってくださいね。 えー、ルーマンコス全然プレゼント関係ないけど、はい、はい、こんな感じですね。これ、あの、エイテムの機能を使っていて、ズームの機能は、あの、何も使ってなくて、ただの、ね、画面共有しか使ってないっていう感じです。はい。はい。あ大丈夫です。ここからやっと質問に入れます。<laughs> はい。はい。 えっと、じゃあ、来てますね。えっ、ー、と、Shape to PG SQL をフォークして作成していると思いますが、はい、実現できないオプションなどはありますか、はい、というところで。ああ実現できてないオプションあったかな。多分現状、大体できてたと思います。うん、おそらく、そんなに、あのー、なんだろう。あいや、どうだったかな。なんかこ、 あんまり使わない機能は省いたかもしれないですけどって感じですね。あのソースコードをぜひ GitHub で公開されているので、拡張してもらえると助かりますが、私が使う機能については、はい、例えばさっきの文字コードの変換だったりとか、えー、あたりはあのもう実装しています。かなり遜色なくもうでき,できちゃうってことなんですね。じゃあ、まあ、SQL そうですねあの。次やりたいなと思っているのは、m y s q l to p シェイプですかね、あの、マイエスケールからシェイプファイルを書き出す方は、まだ一切手つかずなので、そっちは重要があればやりたいなと思ってます。ああ、ぜひまた、なんかかっこいいスライドとともに、発表してもらうことを期待していますが、まだね、時間があるんですよ。あなるほど、じゃあ、雑談しますす、はい、はご自自宅宅でい、えー、雑談しましょうか。 あのフォスフォージー東海の方々となんかおう、えー、そうちで,で,でいらっしゃるんです。フォ,スフォージー東海はですね、今ことし、T シャツを作りました。ぬなやめてくださいよ、やめてください、生放送です、生放送です。<laughs> <あ>ほら、フォスフォージーとうかっていう。あかっこいい。フォス、フォスフォージーとうかです。<laughs> 読みますはいはい。わかりますよ、はい。<laughs> ギャグだっていうのもわかります、はい、これ、これ、うかい、うかです。 うです。はい、うかいですね。はい、あの、取り買うやつですよね。<laughs> はい、はい、そうです、そうです。と、東海をかけたと。そうです。フォ、はい、スフォージー東海はですね、今日は、あの、サテライトスタジオとして、よいしょ、ちょっと、あの、鍋をしながら。そう。あ、ちょっと、ちょっと待って、それも映してる。えっと、合成を一旦切ります、ね、よいしょ。はい。 はい、えー、っと、はい、こんな感じで。<laughs> お、あ、あれ、みおちさん、お子さんいらっしゃったんですね。はい。わ <laughs> あ、すごい、東海の皆さんは。こんにちは。見えてるよ、映ってる。よちょっと反応が薄い。です,、はい、すいませんはい、こういう感じで。はい、<の>み、みおちさんも、じゃあ。 何本か飲まれて今やってる。おすごい。あ、そうですね。あの、1本しかまだ飲んでないです。1本しか飲んでない。はい、じゃあ、これから打ち上げということで。はい、そうですね。このまま、もうすでになんか打ち上げ終わった感がありますけど。終わった感があいい、いいところにありましたね。はい。大丈夫ですかまだ、あの、時間、最後にお伝えしたいことがあれば。大丈夫です。あ、マイアスキル、ぜひ、大丈夫です。あ、はい。 使ってくださいということで、はい、宮内さんありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、ではえっ、ー、とこれで A6 ので発表を終わらせていただきます。続いては、えー、こちらの。